ミちゃん。何とっくん。想像してみて、壊れた掃除機がジャパネットの下取りで3万円分になるとしたら。それ踊っちゃうくらいお得。みちゃみちゃ。何ラックン。想像してみて、電話一本でお届け時に渡すだけ、しかも設置もお任せできちゃったら。それ回っちゃうくらいラック。得して楽して一石二鳥。ジャパネット春の下取り祭り、今だけ高額下取り。下取りのパックンです。ラックです。新 CM で共演した吉瀬さんに突撃インタビュー。みっちゃんはこの春やってみたいことある？私はね、韓国に行ってみたいかな。それって韓国へのトリップってことだね。トリだけにな。うん、うまい。じゃあ特訓ラックンは？僕はあやとりに挑戦すんぞ。僕は一人旅に挑戦しようかな。トリだけに。すごい。褒められた。トリだけに。そう、楽が好きなんだけど、普段もっと楽になったらいいなって思うことなんかある？みっちゃんはね、セリフ覚えが悪いからね、楽にセリフが覚えられたらいいよね。なんかないかな、ラックン。いや、それって女優として命取りだぞ。取りだけに。そういえばさ、2月ってさ、みっちゃんの誕生日だよね。すごい、覚えててくれたの、ラックン、トックン。じゃあ僕たちから歌のプレゼント。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーみっちゃん。ありがとう。私たちが出演するジャパネット春の下取り祭りの CM、 ぜひご覧ください。実際にいないので想像するのも大変でしたし、なんか戸惑いました。何ラック、どの辺にいるんだろうみたいな目線作ってもらって、やりやすい環境を作っていただけたので。今目線大丈夫？はいはい、はい、何特訓。キャラクターの絡み、キャラク…どうだろう、マネージャー。キャラクターの絡み初めて、キャラクターもう大昔、モデル時代とかあったかもしれないですね。私が忘れてるだけかもしれない。もう昔のことどんどん忘れていっちゃうから。でもここ最近では絶対にないですね。今までダンスシーンをやったことが芝居でもなければテレビでもなければ初ぐらいなんじゃないかな。それもあんなノリノリで。なんか、ね、主婦がやるからノリでいいのかなと思ったんだけど、意外と簡単じゃないっていうね。でもまあ楽しければいいかみたいな感じでやりましたけど。私たちが出演するジャパネット春の下取り祭りの CM、 ぜひご覧ください。吉瀬ミスポーツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーい、スタート。ちょっとこう、ハッと目覚めて、はい、よーい、スタート。みっちゃん、みっちゃん。ん？何ラック？今目線大丈夫？はいはい、何特訓？もうちょいポカンとした感じの素のお顔でやってみていただけますか？こんばんは。画面の下すぎちゃったっていうのがあって、あ、前に来た時に結構これが手が結構前に来ちゃうんですよ。見てるの
右足を。あ、そう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 、それだ。さっきやってた。クロス、後ろ。え、もうできた。もう大丈夫だ。はい、チーム本編以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジャパネットが来たぞ。クソ、下取りだな。一体誰が。今日は俺かもな。何弱気になってんだよ。え、テレビやめろ。おい、やめろ。そいつに手を出すんじゃねえ。もういいって。映りも悪くなったし、しょうがねえよ。ジャパネットで下取りなんて、高額下取り狙いか、それとも引き取り設置もお任せ狙いなのか。出会った頃は、毎日ずっと見つめてくれてたのにな。今まで、ありがとよ。テレビ!俺を置いてくな!ずっと一緒だろう!